噂の家系ラーメンです。今日の注文は、海苔ラーメンに半ライス。ここの海苔がねすごい量なんで、いいです。皆さん見てください。麺の硬さと味の濃さと、油を選べるんですけど、もちろんここは固め、濃いめ、多め、家系ラーメン早死に三段活用基本ですね。来ましたよ。これが家系ラーメンですね。まあいわゆる横浜ラーメンというやつですね。固め、濃いめ、油多めに、家系ラーメン三段活用、不健康三段、なんだ早死に三段活用、自分でも忘れております。これからまたちょっとレッド流のいたしたいと思います。家系には珍しいですね、このニンニクチップ。これまず最初にこれ入れないとダメですよ、これ。はいはい。まずこうねチップをたっぷりと、振りかけまして、ごますりごまでさらに油パワーアップ。ごまたっぷりいっときますとね、健康にいいですからね。はい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 。続きましてこちら、これ忘れちゃいけませんよね。家系っつったらこれ、ニンニク、生ニンニク。これね、これちょっとねたっぷりいっとかないとね、ちょっとたっぷりこれ入れとかないとね。でまあ胡椒、いただきます。これね、これ溶かしちゃいけないんですよ。これ見てください、これ見て、このね、家系境製麺のこの麺がたまんないですね。これはねまずニンニク溶かしちゃいけないんですよ。これね麺にのっけて、海苔をこうねのっけて、これでいただく、これがレッド流ですね。いただきます。うんめ、もうこれニンニクのライブ感がたまんないですね。これこれニンニク乗っけて、いいっすか、海苔ね、海苔、海苔を乗っけて、そんでこれを食う。このニンニクの量、これいくよ。シーバスの後はこれっすよ。もう明日会社で草かろうが関係ありません。最高っすね。たまんねえ。チャーシューね、チャーシューもニンニクも、このニンニクをのせて、これね麺ね、おっと、これでまたいただくわけですよ。ぐわ、いやいや最後の仕上げですよ。まず先ほど入れたニンニクチップ、これね、これこれこれニンニクチップ、これはね今こうスープで戻って、こういい感じにあのサクサクっとしたニンニクに仕上がっております。これを一気に、いただきます。うえ、たまんないっすね。この口の中に広がる強烈なニンニクのライブ感、うんめ、仕上げです。こちら、生姜、これを最後に入れますと脂っこいのが、さっぱりとなりまして、またニンニクの匂いも、すっきり取れて明日も匂わなくなる。最後の生姜、これ重要なんでね皆さん忘れずに。最後はさっぱり生姜で仕上げる。うん、うめえ。
ああ。というわけで、本日はレッドの家系ラーメンの食い方を紹介しました。ありがとうございました。